皆様こんにちは、韓中国です。旧正月を迎え、中国、インド両軍は数ヶ月に及ぶ国境の膠着状態を打破し、前線との接触を段階的に切り離すことで合意したと発表しました。10日、中国とインドの関係者は、両国の前線部隊がラダック地方のパンゴン湖の南岸と北岸で離脱を開始することを確認しました。インドのラージナートシン国防省は、 11日、国会でインドと中国は段階的、協調的、検証された方法で前線の配備から離脱すると述べました。中国国防省によると、両国の部隊が同時に前線から撤退するのは、すでに整然と始まっているといいます。中国、インドは前線部隊の撤退に加え、パンゴン湖の北岸と南岸の防衛施設の解体でも合意しました。 インドの大気中将で元北部軍団司令官のディペンドラシン・フーダ氏は、両国が信頼を回復し、新たな合意に達するには時間がかかるだろうと述べました。同氏によると、合意継続の危機は多くの不信感を招き、実行支配線の和平合意の進展を完全に損なっていると言います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価と チャンネル登録をお願いいたします。